神のライチャンネル。なんだよ、このおばちゃん。あ、なんか出てきた。あ、出てきた。お、来た来た来た。持ってる持ってる。かわいい。すげえ。ちょっと楽しい。普通に観光客ぶってっけどね、今ね。すごい楽しいんだけど。おー、ローカル。ではではでは。はい、行きます。じゃじゃん。目の前にイチャついてるカップルがいる。じゃんじゃん。ドイキチー。イエーイ、ぜひお願いします。スナック園両園です。その締め方大ちゃんだから。さあさあさあ、立ってた。よろしくお願いします。うわ、懐かしい。これ、これ何なの。これ10円玉とかパンと飛ばしてゴールに入れたら当たり。なんかもらえるのこれ。まあなんか多分出ると思うけど。やばー。いや、もう行きましょう行きましょう行きましょう。時間がないんです。おみくじ見つけたので2回目です。まずはおさい銭入れて。行きます。なんかこれ腹巻きに見えるね。お、そう、腹巻きに。うるさいな、下嫁、下嫁。あ、小吉。さっき大吉だったのに。あ、でも大吉しか入れなかったで。え、行きます。本当の三度さんも。願い事、一つの願いを実現する努力をすれば叶えます。よし。足湯があるみたいですね。ね、すごい。しかもね、海展開の足湯。行きましょう行きましょう。じゃあ、足湯行きましょう。はい。ちょっとバブルじゃん。うわ、景色すごい。んタオルか。タオル。お、すごい。タオル買いました。ジェット足。行きましょう行きましょう。いや、すごいよ景色。いお、すごいじゃん。先週書大ちゃん、全部使っちゃダメですよ、首まで。そうだよ、ダメだから。お風呂じゃないからね。ダメですよ。ダメだからね。肩まで使っちゃダメですよ。ダメですよ、お風呂がないからって家に入っちゃダメですよ。お風呂あるだろ。どうですか。もしもし、おう、おう、この風景がすごい。足湯をしながらこの風景。風景が最高。なんかおじさんが一人で足湯入ってるのがシュールなんだけど。みんなも来てね。入れるよ。片っぽだけね。よっこいしょ。大ちゃん、あの大ちゃんポーズで。いいっすね、いいっすね、いいっすね。これサムネでいきます。落ちて気持ちいい。見てて気持ちいいよ、なんか。これだけにはもっと温度があればいい。寝てがこれさ。ダメですんな、ダメですんな。子供がね、そういう手では本当にいい、うん、でもさ、観光客の人が来てさ、こうやって、だってコンクリートジャングルなわけで、向こうはで、こんな大自然もさ、目の前にするえ、コンクリートジャングルって言わな。古いよ、それ。ビル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 だよ。昭和だよ、昭和。では最高だよ。熱海城に来た際にはぜひお土産をここでよろしくお願いします。支配人おすすめの海が見えるレストラン。はい、次いただきます。景色いいな。いやー、なんか綺麗ですね。
ちゃ綺麗って言われたんですね。今デブって。ちょっと静かにしてもらっていいですか。どうするか大丈夫。あれ。本当だ。ここが海の見えるカフェテラス。ほう。めちゃくちゃいい感じ。本当だ。すごい綺麗。ありがとう。また酔いが回ってきた。すみません、こんな感じで、はい、うん、山割り八甲でも海に向かってなんて言うのかな。確かに、うん、商売繁盛は八甲商売繁盛山で八甲実は童貞罰にどう。あの海だったらふっほあ、ダメだなこれゴリオですね。絶対罰に童貞の方がでも前より面白いです。いいと思います。罰に童貞の方が面白い。ここは絶対使います。罰に童貞リカママはうるさいんですね。ええ、でじゃあ熱海の地ビール買ってきました。おー、静岡の手作りビール。これブラックレッド、こっちの方が 7%。 これほらサムライ。あれこれ違うの。そう違う。これ違うんだ。サムライって書いてある。サーファービール。サーファービール。サムライ、うん、サーファー静岡の手作りビール。レッドとブラックと。そうでもこれもサムライで、サムライサーファービールだから。そうそうそう、これノーマルだ。そうそうそう、これ、ね、これ一回飲んでみます。いただきます。俺も飲みたいんだけど。あー先に飲まれた。あーやられた。甘い甘い甘い。飲みやすいです。甘い。な俺はねなんか、うん、レッドいきます。レッドいきましょうよ。レッド甘い。いいっすね。いやそれ大丈夫です。ありがとうございます。いただきます。光が。ん？んってなんだ。ん？辛ちょっと辛口だね。ピリッと。うん、なんかレッドだからかな。朝日みたいな。ちょっとあのビールの CM だと思ってやってもらっていいですか？うん。これあげる。サムライサーファービールレッドです。いいいいよ、いいちょっと待って。リカママも今ね。巻き込み事故。あ、やりたいんだな。そうやっぱ、なんだかんだやりたいんだね。やるよ。あ、意外とすごい辛口で苦い。熱海の地ビール。熱海の地ビール、サムライサーファービール。これなんかノーマル、ノーマルなのかな。何も書いてない。いきます。静岡の手作りビールって書いてあるじゃん。美味しくね。美味しい顔してね。甘い。女性にも飲みやすい。すっきり飲み応えです。どう。いや、うん、最後商品の宣伝言わないと恥ずかしくなっちゃった。いや恥ずかしくなっちゃった。いいと思いますよ。だここのテラスでだってかき揚げそばとさ、ネギトロ丼とか海鮮も食べれて、聞いてる？おそばも食べれてさ、うん、で、洋食もあるんだよ。最高じゃないこれ。で、ビール飲みながら海見て眺めてでしょ、うん、この辺だったら犬連れてこれるのかな。これすぐ、うん、大丈夫だと思う。おお。このこれなんて書いてあるの。海藻そばです。海藻そば。海藻って有名じゃないの。こっち有名じゃない。うん、ね、いやだってこれで犬連れてきてさってやったらもう最高でしょ、うん、ここの熱海城は。これ海藻そば午前食べてみたかったな。そのまま海に向かってダイブ。死んじゃうわ。こうやって走るの。え、じゃあ走りながら飲んで。で、走りながら飲んで。おお。いいよいいよ、全然進んでないよ。あ、日も出てきた。いや日も出てきた。いいよ、今一番日が出てきていいアングルだから。味が違いすぎて。そうだね。じゃあ片っぽずつ行って、うん、日が出てきた。全然ジャンル違うもんね。そう1本だけ。ほら、日が出てきた。1本だけ行きます。おお。黒の方が美味しいかな。でもおお。飲むね。飲むね。ザラだね。ザラ。ザル。ザルだね。かぶせないでもらって。レッド。レッド。ブラックも飲んでほしいだって。はい。うん、ほら熱海で大ちゃん CM 来ちゃうかもしれないね。そうだよ。ビール。ブラックも飲んでほしいって。うん、いやこれちょっと量多いわ。あでもこれはもう見栄えもかっこいいと思う。かっこいいよね。うん、絶対おすすめ。飲んでみてほしい。これ本当3つとも好み分かれるね。すごい。これ難しい。大ちゃん大ちゃん、リカ初めて熱海城来たさ、楽しいね。観光来
たら仲意外と行かないんだよね、地元の人は。そう、行かない。いや、めっちゃいい。だってこんなにさ、もっと楽しいって感じになって。楽しいよ、十分。楽しかったー。なんか楽しむためもあるけども、もっと癒される、落ち着く心が。やっぱり都会の荒波でさ、満員電車とか乗っててさ、コンクリートジャングルだっけ。そう。いや、マジで気持ちいいよ、本当に最高。ちょっとこれは、いや、疲れ取れるわ。これ夏に行きたいね。夏に。いや、癒されました。夏に来て、ね、動けなくなるね、これね。夏に来てね、海パンで飲みたいね、これ。いや、それは迷惑だと思う。あ、そう。この一つのテーマで喋れない人たちだからね。いや、喋れるよ。お互い違うこと言ってるからね。毎回気づいてるか分かんないけど、毎回違うこと言ってますよ。ね、切れてます。違う、切れてる。じゃあ、もうこれが俺は好きになっちゃってるから。はい、またお願いします。またお願いします。熱海の大チャンネル、次は二日酔いじゃない時に行きます。熱海の大チャンネル、リカチャンネルよろしくお願いします。熱海の大チャンネル登録お願いします。はい。